港区立白金小学校は東京都港区白金台一丁目にある公立小学校である。1876年に設立された伝統校である。かねてより番長、白金、青南などと謳われていたように、白金高松日比谷東大へ至る進学コースがモデルとされた時代もあった。青南省や近辺の赤羽省、小田省などと同様、港区内では、 その進学熱の高さがよく知られている。近隣は、白金台、大崎長者丸、池田山などの城南御山地域として知られ、そのため、古くからの富裕層や著名人の指定が多く通う学校としても知られている。このような経緯から、近年になっても非常に越境通学者の割合が高い。とはいえ、東京都港区では、公立学校選択制による、 学区制度の柔軟な運用が行われるようになっており、現在では港区民であれば学区外から希望の小中学校に通学することが認められているため、かつてほどに通学区域の重要性はなくなってきている。30年ほど前から近隣の区画整理や地価の上昇によって近隣の住宅や人口が減り始め、 学年生徒数も徐々に減少し、5から10年前は平均して学年生徒数が100人程度となっていた。近年は学区域内や近辺の大規模集合住宅の建設が非常に活発なことなどが原因となり、120から150人にまで増加している。ありがとうございます。